先ほど練習が出ておりました八王子県立高校と神尾の高校、昔東京と神奈川県の高校の対戦ですが、これから始まる試合です。もう間もなく始まるようになったと思います。八王子県高校というのはよく名前を、いろんな分野で高校ですが、おそらくこのバレーボールでも強いんじゃないかなと予測をしております。坂上の側のサーブで始まります。早速もう決まりました。八王子県高校が今打ち込みをしたところです。スパイクが決まりました。八王子県ボールです。神尾のが出ました、ネット際の攻防で僕から相模大の高校に失礼なこと言ったのかもしれません。あ、もう八王子高校フェイントで、